では始まりました、アマテチャンネルです。今回はですね、先ほど受けてきたですね、第241回 TOEIC L&R の、公開テストの感想をちょっと述べようかなと思いますね。まあ、公開テストっていうのは複数フォームがあるので、まあ、同じフォームではないかもしれないですけども、いろいろと感想を述べていきたいと思いますね。まずちょっと、ね、びっくりしたのはですね、今回なんですけど、水置いといてもいいって言われてですね、どういうことかっていうと、この前にはですね貼ってあるんですよ、この飲食禁止っていうのがあるんですけど、そう、教室内では禁止って書いてあるんですけど、でも熱中症対策として問題を配り始めるですね、その直前までは、水を飲んでいて構いませんっていうですね、こういうのちょっと初めて、聞きましたね。なんでこういう違いが、いつもと違うっていうのがちょっとありました。ではそれぞれのですねパートをですね、どんなんだったのかっていうのを分析していきたいんですけども、まず最初パート1ですね、写真描写問題ですけど、だいぶ楽でしたね、今回は、優しかったです。まあちょっと難しい表現がね一つだけ出てたんですけど、それを知らなくても簡単に答えが出るやつだったので、僕のフォームでは随分楽だったなって感じです。続いてパート2ですね、パート2もですね、まあ変化球って言ってですね、直接返答が出てこないっていうか、ディレクトリーにですねこう来なくて、直球で来なくて変化球でこう遠回しな表現でですね、答えるっていうのが難しいんですけども、今回はそんなに難しくなかったですね、だいぶ分かりやすかったです。でしかもですね、ストレートがもう序盤にドワーッとですね重なって出てきたので、なんとか序盤でもうですね簡単な問題がドワーッと並んで、後半にちょこっと難しいのがドドドドドドッと並ぶっていう感じでした、だいぶ優しかったと思います。で続いてパート3ですね、まあ普通だったかなという感じですね。パート4もですね、レベル的には普通でした。ただ、多分場面が分かんないだろうな、これ何の話してんだろうっていうのが分かんないのがちょっと出てるかなと思いますね。苦戦した人も多いと思いますね。あとはまあこのグラフィックスですね、いろんなパターンが出てくるなっていうのが分かりましたね。こんな絵まで出てくるんだみたいなのが、登場しましたね。続いてパート5ですね、まあ、今回の僕のフォームの鬼門ですね、ここをいかにやっつけることができたかっていうのが、まあ時間ですねとの戦いであるこのトイックリーディングの中で重要になってくるところだったと思いますね。だいぶ文構造ですねを分からないと答えが出ないっていうのが多くてですね、名詞足す名詞とかですね、苦労する人が多かったと思いますね。まあ、あとは珍しいパターンとして接続副詞が問われましたね。接続副詞ってパート6でしか問われないんですけど、普通は、パート5でセミコロンがあって、その後ろに空欄があって SV っていうですね、こういうパターンが出題されたので、あ、これちょっと珍しいなと思いましたね。続いてパート6です。まあ普通は普通ですね。文挿入問題がそこまで難しくなかった、ね。ので、レベルはまあそこまで高くないと思いきやですね、激ムズ問題がありました。またこれ、なんですけど、接続副詞なんですけど、いや、選べないと思いますよ。これ採点対象外になってもおかしくないと思いますね。日本では全く同じ意味で、教えられる接続副詞ですね。2つとも同じ、参考書見れば同じ欄に載ってる、同じ意味になってるやつなんですよ。でも本当は意味が違うんで、そこを通ってきたんですよ。だからめちゃくちゃレベルが高いというか、これは解けないと思いますよ。だから英語を教えてる側の人たちとかも分かんないですね。多分ネイティブだと感覚で解けると思いますね。はい、自分自身が教えることがある内容なんで、これで間違ってたらどうしよう多分正解できたと思うんですけど、かなり難しかったと思いますね。で、パート7ですね。やっぱり時間が足りないと思いますね。多くの人は読む量が多かったですね。やっぱダブルパッセージ、トリプルパッセージ、だいぶ読むのが多かったと思いますね。で、自分自身はちょっとね、やっぱ早く終わったんですよ。なんでかって言ったらですね、だいぶ、覚えてたからですね、去年の問題リサイクルされて出てくるんですけど、で、その問題ちょうど自分が受けたやつだったんで、だいぶ覚えてましたね。なんというか、ああこんな問題解いたなとか、あ、これ答えにしたなっていうのがあったん です、ね、そこがサカサカいっちゃいましたね、うん、ちょっとねもっと新作を、ね、いっぱい見たかったんですけど、はい、そういった形で、だいぶ自分は時間が稼げたかなという感じです。はい、これがですね、簡単な感想です。まあ同じフォームだった人はですね多分、パート5で、相当苦労したと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.